こんにちは、アベノク住みます芸人の鼻根の樋口と言います。お願いします。ありがとうございます。そしてよいしょっと出ました。こんにちは、ありがとうございますね。マイクと身長一緒です、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうはいね、ちょっとね、皆さん、1時間半、長時間になっていると思うの で、 そうです、ね、少しだけできる方でちょっと体操したいと思います。体操いいですね、はい、まずはじめに、腕を上に上げてください。はい、でぐーっと伸ばしましょう。はい、よいしょ。はい、下ろしてください。はい、じゃあもう一回、腕伸ばします。はい、よいしょ。はい、下ろします。はい、じゃあ次、バク転。できへんわ、できへんよ、バク転。あちらのおばあちゃんやろうとしてくれてありがとうございます。やってないよ、やってない、全然やってないよ。やってないね、おばあさんね、ありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、はい、相方もね、144センチでございましてね。そうなんです。今日は可愛く頑張ります、はい、イエーイ。44のおっさんですよ、皆さんね、はい、意外と老けてますから、近くで見たらね。おじさんなんかじゃありませんよ。ほんまですか、マリアさん、おっさんですよ、結構。いや、僕はね、可愛いキャラでやらせていただいてますから。好きな食べ物何やったっけ。ジンタン。おっさんやないか、おい。ジンタン好きなんか今。そんなおっさんなんかじゃないですよ。お高いな。私最近、唯一年を取ったなって感じることが、はいはいはい、肩がね、痛くなってきました。肩は痛いんかいな。え、肩は痛いんかいな。あんだって耳も遠いんかい。耳も来とるぞ、ちょっと。耳も来てる、はい、もう出へんぞ。褒めてへんねん。褒めたんちゃうねん。あ、そっかそっか。言うてますけどね。言うてますけどね。はい、まあ、ね、今日はね、防災のイベントということでね。はい、やっぱり防災言うたらね、常にね、今からね、もう備えといた方がいいと思うんですよね。その通りです。はい、今日はですね、皆さん、防災について、はい、分かりやすく、アニメのちびまる子ちゃんのキャラクターのモノマネをしながら説明したいと思います。余計分かりにくいみたいな空気出ますけど、大丈夫ですか。皆さん、ちびまる子ちゃん知ってますかね。知ってますか、皆さん。知ってる方、手を挙げてもらっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、結構知ってくださって。はいはいはい、4割ぐらい知ってますね。あ、よかったです。残り6割のことは、ちょっと想像で笑っていただきます。想像で。いや、ね、皆さん、はい、残り6割の方も、はい、オープニングの歌を聴いたら、アニメどんなアニメか思い出すかと、出すと思います。なんて言うてんねん。なんて言うてんねん。オープニングの歌を歌ったら、思い出すと思いますので。あ、なるほどね。え、歌知ってる。いや、歌知ってますよ、みんな知ってるよ。本当、うん、じゃあ僕最初に歌うから、うん、続き歌ってみ。続き、なんでもかんでもみんな、はいはいはい、踊りを踊っているよ。はい、ほんまに高いわ、お前キー高すぎんねん。これぐらいでね、なんでもかんでもみんな。あ、それおっさんやないか、おい。愛の手がおっさんやったでしょ。いや、そんなことないですよ。めちゃめちゃおっさんみたいな声で。そんなことないです。生意気になったなぁ。おっさんやね、親戚のおっさんになってる。まあですね、皆さん、改めまして、よろしくお願いします。それではですね、はい、早速、アニメちびまる子ちゃんのモノマネで、はい、テーマ防災のオリジナルストーリーを作ってきたので、はい、やらせていただきたいと思います。じゃあお願いします。盛大な拍手ありがとうございます。いや、全然来てないよ。ありがとうございます。はい、お願いします。ちびまる子ちゃんね、みんな知ってますかね。はい、こんにちは。今からクラスのみんなで防災について学んでいきたいと思います。お、たまちゃん出てきましたよ。メガネの子ですね、たまちゃんね。防災クイズを出すので、分かった方から答えてください。なるほど、はい。おいた山田だちょ。山田出てきましたよ、アホのキャラクターの山田ね。正解したら、なんかもらえるのかい。鍵ももらいたいんだったら、おいだ、やらないじゃん。あはははは。山田さんのこと言うてね。おー、山田、ボコボコにするよ。怖いわ、おい。キャラ全然違うよ、たまちゃん、ちょっと。それでは、第1問。第1問、みんなで考えましょう。火事を見つけたら、
やること。丸一、危ないから誰も呼ばない。丸二、大きな声で周りの人に知らせる。なるほど。はいはいはい。もう一度言います。はいはいはい。丸一、危ないから誰も呼ばない。丸二、大きな声で周りの人に知らせる。あ、これはちょっと簡単すぎますね、皆さんね。うん。その問題なら僕が答えた方が良さそうだね。長沢君出てきましたよ。実際僕の家は火事になったからね。確かに体験したことがない人が答えるより、実際火事になって僕が答えた方がいいって思ってるんだ。そうやね、そんな問題簡単すぎて笑っちゃうね。正解は1番。間違っとるやないかおい。間違っとるやないかおい。あはははは、ないねん、おい。2択やってんねん、ちょっと。正解を発表します。正解お願いします。正解は2番。2番。大きな声で周りの人に知らせるでした。なるほど、勉強になりました。それでは第2問。はい、第2問。火事を通報するときに伝えることは何でしょう。何やろ。丸1、はい、燃えてる家の住所。住所。丸2、燃えてる家の電話番号。電話番号。丸一、はい、燃えてる家の住所。丸二、燃えてる家の電話番号。これもちょっと簡単ですね。今度はおいらが答えるぞ。山田君来ました。いや、俺が答えるぜ。ブブブブ。浜地出てきましたよ。おいらが答えるんだ。俺が答えるんだ。おいらが答える。いや、俺だ。おいらだ。いや、俺だ。おいらだ。俺だ。同じ声やないか、お前。そいだら同じ声だったな。ほなみ、どっちが答えるか決めろよ。たまちゃん決めてや。あたしは諦めないよ。お前もその声かい。お前もその声かい。ちょっと待ってよ、お前ら。誰か来たで。友達同士で喧嘩なんかしてんじゃね。かっこいいキャラクター。さっき山田が答えたんだからさ、今度は浜地に答えさせてやれよ、ブー。ブー太郎、キャラかっこよすぎてる、ちょっと。正解は3番。3番ないねん、おい、さっきから。3択ちゃうよ、ちょっと。それでは、正解を発表します。はいはいはい。正解は、1番、燃えてる家の住所でした。なるほど、勉強になりました。それでは、最後の問題です。最後、はい。服に火がついてしまいました。はいはいはい。でも、服が脱げない。え、脱げない。さて、どうする？うわ、それ焦るな、めっちゃ。丸1、走り回って消す。問題だね。藤木君は卑怯だからわからないんじゃないんかい。長沢君、僕は卑怯者なんかじゃないよ。見てるな、藤木君。花輪君、右輪さん来た。私が答えるから見ててね。おい、ここは主役のさくらが答えるべきだ。さくら、答えを言えよ。やっと主役来ますよ。あたしはわからないね。似てへんのかい。大事なキャラ似てへんのかい。2番かな。2番、正解は。正解は2番、地面に転がって消すでした。なるほど、勉強になりました。それでは、最後に感想を聞いてみます。はいはいはい。防災クイズについてどうでした、タマちゃん。お前誰やねん、これ。お前ずっと誰が喋っとったん、これ。皆さん、どうでしたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今までじゃ見たことないということでね。僕らなんですけどね。最後ね、相方の特技を生かしてね、防災のことをやっていきましょう。やっていきましょう。火災の時の行動で5つ重要なことがございます。5つ重要なことがあります。頭文字を取って「おはしもて」というんですけども。おはしもち。あ、おはしもちでございますね。おはしもちで覚えます。はい。そのおはしもちをカバンに入った状態でバランスボールの上に乗って落ちずに全部言い切りたいと思います。言ったらもう皆さん最後拍手でお願いします。最後拍手でお願いします。頑張ります。任せてください。あ、それでは、ね、頑張ります。バランスボールを置きます。はい。さあ、おはしもち、はい、行っていただきます。失敗はございません。はい。
きますよ。それでは乗せます。よいしょよいしょよし、よし。それではお箸持ちお願いします。はい、よーい、スタート。オープン。